この時間は宇都宮ブリッツェンを応援するブリッツェンの稲妻レディオです。プロの自転車ロードレースチーム宇都宮ブリッツェンの情報をお届けします。さてツールド沖縄で今シーズンのブリッツェンのロードレースの試合がすべて終了しました。チームはオフシーズンに入っています。そして選手はいろいろと発表がありました。増田紀之選手、清水祐介監督の対談はすでに発表されていましたが、貝原亮太選手は競輪養成学校を目指し、及川和也選手は現役引退、そして宮崎大志選手は移籍となります。そんな中でシクロクロスはシーズンインをしています。全日本チャンピオンでもあるブリッツェンの小坂光選手も毎週のようにレースを走っています。今週はそんな小坂選手にスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小坂選手は宇都宮市役所で普段勤務されていて、はい、で今見て思ったんですけど、はい、ネクタイは11月ですけれどもまだしなくていいんですか？そうですね、通年でクールビズになったので、あ、はい、ネクタイ着用がなくなりました。あ、そうなんですね、はい、なんかこの季節にちょっとこの前が空いてる感じだとなんか新鮮ですね。そうですね、楽ですごい助かってるんですけど寒くなってきたらネクタイするかもしれないです。まあ、でもそうやってなんかいろいろ自分のやりやすさによって変えられるのはいいですね。そうですね、なんか今全国的な流れみたいなので。へー、はい、小坂選手は昨日もレースがあったにもかかわらず、はい、今日もお仕事ということで本当お疲れ様です。ありがとうございます。昨日がですね、ジャパンシクロクロスシリーズの第5戦関西シクロクロス UCI 琵琶湖グランプリということで、琵琶湖から、ね、かなり遠かったですね。はい、移動は車で移動だったんですけど7時間ぐらいかかりましたね。お疲れ様です、はい、でその中で優勝が弱虫ペダルサイクリングチームの小田聖選手、小坂選手は3位に入り表彰台獲得となりました。振り返るとどうでしょうか？やっぱり小田選手強かったなっていう印象で、自分としてはちょっと調子がいまいち、先週の延山のレースに比べたらちょっと体の動きにキレがなくて結構苦しんだレースだったんですけど、そうですね、1位の小田選手がかなりずば抜けて速くて、でその後ろに、ブリヂストンの澤田選手がいて、でその次が自分だったんですけど、澤田選手もあんまりキレがなかったので、自分と澤田選手との差っていうのはそこまで大きくなかったんですが、やっぱり小田選手との差がかなり開いてしまったので、そこをちょっとこれから詰めていかないとなとは思ってますね。この1週間でこのコンディションとかにちょっとばらつきが出ることとかもあるんですか、はい、そんな短期間で。そうですね、自分は結構ここまでレースが毎週続いていて、はい、10月からもう10レースぐらい走っているので、そうですね、少しちょっと調整疲れをこうしっかり抜けなかったりするとやっぱりレースにも影響してきてしまうので、今週はちょっと慎重にいきたいなと思ってます。それってやっぱり休むことが大事なんですか？休養もそうですし、かといって全くその1週間ずっと休んでると、レースの強度に対応できすぐには対応できないので、バランスがちょっと大事ですね、はい、で今年は全日本選手権が年明けにあるじゃないですか、はい、それっていうのはどうなんですか？個人的にはちょっとシーズンが長くなるというか、目標のレースまでが長くなるので、その疲労をためないように気をつけないといけないっていうのもあるんですけど、普段のトレーニングが仕事終わってから夜なので、ちょっと夜の練習がすごい寒い時期になっちゃうので。そうですよね、それがちょっと辛いなっていうのがありますね。寒さには強いですか？寒さには強い方なんですけど、やっぱり1月の夜のトレーニングってなかなかきついので、例年12月だったのでまだ我慢できたんですけど、年明け結構きついかなとは思ってますね。一回家に帰ってからもう一度家の扉を開けるのすごい大変そうですね。そうですね、どうしても家で一旦ちょっと休んじゃうとなかなか外出られなくなっちゃうんで、いろんな意味でハードル上がるかなっていうのはちょっと思ってます、はい、ご自身の中で全日本選手権のこの自信とかそういうのはいかがですか？今回コースが
砂地のコースで、あの砂のこう輪立ちをしっかりあのなぞって走るテクニックがないとあの勝てないと思うんですけど、はい、でまあテクニックの面では割と自信はあるので、まあ、ちょっと最近砂のレースってなかなかなかったですけど、まあ、しっかり準備していけばしっかりとあの勝負には絡めるかなと思ってるので頑張りたいですね。砂に行って練習をするんですか、そういう時って。砂地ですね、まあ、そして練習とかも。そうですね、あとは、まあ、レースが、この週末もその全日本選手権の会場で行われるので、はい、まあ、そこでしっかりレースしっかり戦うのと、あとはまあちょっと砂地を探してトレーニングするのと、はい、やっぱり慣れることも大事なんですね。そうですね、いろんな路面がやっぱりシクロクロスあるので、その目標にしてるレースに対応するような地形だったりとか路面で走るっていうのも大事ですね。今全日本チャンピオンで2連覇に向けてプレッシャーとかっていうのはないんですか。はい、まあ、今のところやっぱりレースで勝ててないっていうのもあるので、まあ、あくまでチャレンジャー的な気持ちで今レースしてるので、全くプレッシャーっていう感じではないですね。なんか去年は、はい、なかなかあんまりこう自信がないみたいなことをおっしゃってたような気がするんですけど、はいはい、そこからどうやって持っていったんですか。まあ実際その小田選手、澤田選手すごい強いので、はい、まあ、その2人に対して去年は全くかなわないなっていう感じだったんですけど、まあ、ここ最近のレースだと、あの小田選手との差も少しシーズン初戦に比べたら縮まりましたし、あの、まあ、追いかける立場なんですけど少しずつ差は詰めているかなと思ってるので、まあ、そういう意味ではあの、まあ、目標に向かってしっかりちょっと頑張っていけてるっていうか、まあ、そういうメンタルで、あの走れてるので、まあ、今結構あの調子もいいので、はい、全日本に向けては ある程度自信持っていけるかなと思ってます。その前にも重要なレースがあって12月に宇都宮シクロクロスになりますよね。はい、そうですね、はい、宇都宮シクロクロス、あの3年ぶりの開催になると思うんですけど、今回あの初めてそのチャンピオンジャージを着て、はい、ホームレースを走れるので、やっぱりこのレースっていうのは、まあ、全日本と同じぐらい頑張りたい、勝ちたいレースですね。ホームレースってやっぱり他のレースとはまた違った思いになるんですか。やっぱりそうですね、あの応援もすごい、あのブリッツェン の応援をすごく、まあ、地元の方たちがしてくれるので、うん、それがすごく力になりますし、まあ、全日本選手権が宇都宮で開催された時もそのロマンチック村だったんですけど、はい、そこでは結果が3位ですごい悔しい思いをしたんですけど、まあ、あの一度もまだこの舞台で勝ったことはないので、今年は勝ちたいなと思ってます。はい、家からこの距離が近いというか、はい、地元宇都宮だとその体的な負担も昨日とかだと7時間とかじゃないですか。はい、そうですね。そのあたりって差って出てくるんですか。やっぱり移動は長いよりは短い方がいいですし、まあ、普段通りこう家でリラックスして休んで臨めるっていうところもメリットとしてあるので、まあしっかりと力は出せると思います。楽しみにしてます。はい、でちょっと早いんですけれども、はい、来シーズンの話にもなりまして、はい、まあ、本当にね先週いろんな発表がありまして、まあ、スタンドリューキ選手と清水雄介監督はもうすでに対談が発表されてましたけれども、貝原亮太選手、及川和沙選手、宮崎大志選手が移籍ということになりましたが、かなりねメンバーも変わりますが、増田選手は清水監督ももう付き合いも長いですよね。そうですね、もう2012年、増田さんは2012年ぐらいから、清水監督も2013年頃からなので、まあちょっと寂しくはなりますね。まあただ2人とも多分宇都宮に住み続けると思うので、あの全く会わないってことはないと思うので、うん、まあ、レース会場でももちろん会う機会あると思いますし、まあ、あんまりそうですね宇都宮離れるっていうわけではないので、まあ、あんまり寂しい
ちょっと寂しいですけど、でもまあいつも通り接して、うん、まあ一緒に増田さんとはトレーニングも行きたいなと思ってますし。そうですよね。まあ、それもその中でかなり小坂選手ももうブリッツェンを一番知る人みたいな立場になってますよ。そうですね、もう来年で35歳なので、まあ、だいぶベテランの域には、はい、入ってきちゃいましたね。なんか阿部選手とともに、はい、普段から仲もいいですし、はい、これからなんか引っ張っていくのかななんて想像しますけれども。そうですね、そういう存在になれるように頑張り続けるっていうのが大事かなと思ってるので、来年もそうですね、みんなと一緒に優勝を目指して頑張りたいと思います、うん、はい、若手選手はなんか声をこんな風にかけたいなとか、はい、そういうのってありますか？そうですね、まあ、選手対談する選手がいる分やっぱり新しく加入してくる選手もいるので、やっぱり宇都宮にまだ慣れてなかったりすると思って、うん、まあ、いろんなこう生活面とかでもサポートできたらいいかなと思ってますね。それから西村選手が、はい、これから選手はなんか監督になられるんですよね。そうですね、うん、年下の監督になりますけれども、そのあたりはどうですか？まあ、もう結構今シーズンロードレースもそうなんですけど、シクロクロスもマイレース、はい、来てもらって、うん、結構マルチにいろいろシクロクロスのレースのピットに入ってもらったりとか、レースに向けてのスケジューリングだったりとかいろいろやってもらってるので、もうなんかスムーズに引き継ぎができてるんじゃないかなと思います、はい、ピットに入るっていうとどんなことされるんですか？ピットでバイクチェンジがあるときに受け渡しをメカニックの曽我部君と西村でやってもらってますね。それも上手というかやっぱりスムーズなんですか？そうですね、全く問題なくスムーズにやってもらえてますし、いろいろ準備とかもすごいしっかりやってくれるので、すごいしっかりしてる監督になるなと思うんですけど、頼りがありますね。そうですね、楽しみですね。なんかその皆さんでの移動もなんか和気あいあいとして楽しそうです。そうですね、やっぱり元そのチームメイトっていうのもあるので付き合いも長いですし、来年も楽しみですね。私たちも楽しみにしてます。はい、では最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いしていいですか？はい、そうですね、来月いよいよ宇都宮シクロクロスありますので、ぜひ会場に来て応援していただけたら嬉しいです。僕も全日本チャンピオンジャージで宇都宮で、優勝できるように頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、ということで今週は宇都宮ブリッツェン小坂光選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。